はい、コツの締めへようこそ。いやー、今回久しぶりにね、ちょっと間が空いちゃったんですけどね、ちょっと動画撮りたいんですけれども、いや、あのね、ほんと申し訳ない。あの、今日本当はね、ドラゴンボールの、マッチメーカーっていうね、悟空とフリーザ購入したんですけれども、なんとね、相方の車に置き忘れちゃったっていうね。いや、大失態です。はい。なのでね、ちょっとね、あの、来週にならないとね、ちょっと戻ってこないんでね、ちょっと紹介が来週になっちゃうんですよね。間が空いちゃうんですよ。ほんとね、もう悔しい、これは。いやー、ちょっと今日紹介したかったな。出来良さそうなんだよな。いやー、ほんと悔しい。ということでね、これ何も紹介しないんじゃね、ちょっとあれなんで、一応ね、ちょっと今日は渋谷と中野行ったんですよね。で、中野でそのドラゴンボールのマッチメーカーを2台購入したんですけれども、渋谷でね、ちょっと、丸井の方へ寄りまして、でそこでね、キャラクターズストアみたいなところでワンピースのコーナーがあったんで、そこで購入してきたね、缶バッジをちょっとね、開封したいと思います。はい。いや、ちょっとね、ドラゴンボールじゃなくてワンピースになっちゃうんですけれども、はい、こちら見てください。剣豪やから、はい、缶バッジ、はい、こちら、こちらのはね、私、ゾロが一番好きなんですけども、もちろん剣豪ってことはね、ゾロがあるんですけれども、他にもね、確か8種類ぐらいあるのかな。他にもタシギとかね、ミホーク、シャンクス、ロー、キャベとかね、そこら辺もあるんでね、狙いはね、ローとシャンクス、ゾロ、ミホーク、その4体狙いでちょっと開けたいと思います。まだこれ開封してないんでね。はい、これ1個400円ですね。なので、3つ購入してきたんでね、もう本当はこれはね、おまけとして紹介しようと思ったんですけどね、こっちちょっと本命になっちゃうね、今日の動画は。ということでね、1個目、まずね、ゾロ、ほんとゾロ、ゾロ、もう本当はね、ゾロ1点狙いでいきたいんですけど、はい、とりあえず行きます、開封します。はい、頼むからゾロ出てくれよ。こう入ってんのか。よし、行くぜ。1個目、せーの、あ、ロー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 、はい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 、どうです、これかっこよくないですか。これ死の警戒、トラファルガー、帰国、いやー、かっこいい、これ、いやー、ローかっこいいよね。いや、いいわこれ、この缶バッジすげえいい。はい、いや、1個目ロー、いやー、よかったこれは。いやー、ちょっとやべえ、ゾロ出るかな。俺、運ねえからな。今日の運は最悪な気がする。よし。よし。頼みます。お願いします。ゾロ。ゾロお願い。2個目で出てくれたら気が楽。よし、行くぜ。いっせーの、せ。なんてやねん。
じゃあいきますよ。はい、気取り直してね。はい、ラスト1個、ラスト1個で俺出しちゃうんです。俺のこのスーパー運でよくわからないけど出しちゃいます。はい、いきます。はあ、いくぜ、せーの。あ、シャンクス、かっこよくないですかこれ。赤髪のシャンクス4個、やっべ、かっけえ。いや、これはすごいかっこいい。いやー、すっげえ。ちょっと待って、これはちょっと、これはね。